それだけあれば黒パンが買えるわね。うん、悔しいわね。え、いつかここで毎晩のように食事をしてやるんだから。さすがにそれは無理だと思うよ。あんたはね、やる前から諦めてばっかりだから負け犬なのよ。そんなこと言われても。おいおい、薄汚い貧民がなぜこんな場所にいる。目に留まらぬようにせめて橋を歩け、橋を。こやつ生意気な目をしよって。獣じみた匂いがするな。せっかくの食事が台無しだ。ダメだよルナ、後悔させてやるわ。何か言ったか。私はいずれ聖堂教会に迎えられる身よ。そして聖女になる。その時、あんたたちの今の発言を必ず後悔させてやるわ。イカれたガキめ、妄言も大概。あんたらの名を聞いておこうかしら。貧民に名乗る名などないわ。ルナ、無茶しすぎだよ。あんな奴らに負けてたまるもんですか。私は誰よりも努力してるんだから。ルナ・エレガントよ、地天使様の教えを従順に信奉し、学び実践をし、聖女としてふさわしい才が献辞された。よって本日から聖堂教会に入り、聖女たらんとする収容に努めよ。ありがたく賜らせていただきます。うん、私には下僕が一人いるの。それも連れて行くわ。ああ、あら、もう調べてるなんて偉いじゃない。あの者でしたらすでにここにはおりません。殺処分となりました。調べたところ、あれは亜人でしてな。いやはや信徒に紛れ込んでおるとは。亜人って、でもあの子は何も悪いことなんてしてないわ。亜人というだけで罪なのですよ。あなたは恐れ多くも聖女の座を目指しておられるとか。その通りよ。であれば、付き合う者にも気を配らなければなりませんな。あの子が死んだ。天使を信奉する聖公国にとって亜人は受け入れられない存在。2年後、私は聖女になった。光の魔法を金色にまで引き上げた魔法の才が認められたからだ。
ラビの村、地天使様がめでられたバニーと呼ばれるアジンが住む乾村。領主になり、ここを拠点に権力の頂点に立てば、あの子の命は失わずに済んだかもしれない。地天使様、どうか私に力を。うん、地天使様。地天使って、何を寝ぼけてるんだ。聞こえてるか、ルナ。あ、ルナ、魔王の声だったのね。で、何？何か用？何か用って、予定通りそちらにマダムと私が到着する。準備抜かりないか？当然、完璧よ。あんた、誰に向かって言ってるの？そうか、寝言のようなものが聞こえてたのは気のせいだったか。何言ってんのよ！では、手はず通りに頼むぞ、ルナ。わかったわ。マダム、ここが当温泉旅館の目玉となります。ここに入ってから驚きの連続だったけれど、今までは序の口と言ってあげね。ま、そういうことですな。もうマダム、遅いじゃない。ほら、早く早く。あらあら、今日は随分とご機嫌なのね。では私はここで、ごゆるりとお楽しみください。ありがとう。さあマダム、行くわよ。ここが温泉よ。これ、すべてお湯なのかしら。まずは体を洗いましょう。何よこれ、どういう魔石なの？シャワーっていうの。お背中を流しますぴょん。なんだか皮膚に溜まった汚れが根こそぎ落ちていくのを感じるわ。でしょ、私もこれがないともう生きていけないもの。髪を洗いますおさ。はじめのシャンプーで汚れを落とし、このリンスで頭皮頭髪のダメージをケアする効果があるさ。なんだかもうこれだけで満足しちゃうわね。何言ってるのマダム、私の自慢はこれから。あ、じゃなくて、まだ案内すら始まってないんだからね。ルナちゃんは相変わらずわがままで素直な子ね。もうマダム、早く行くわよ。はいはい。最初はこれよマダム、炭酸泉って言うんだって。なんだか奇妙なお湯ね。これ、あ、いいわ。なんだか体が解放されていくような感覚よ。は、それとマダム、このお湯って肌にすごくいいのよ。これは荒れた肌が。さあマダム、そろそろ次に行くわよ。ちょっと待ちなさいよルナちゃん。ここはハーブ風呂よ。いい香りがするんだから。これは森なのね。爽やかな香りがするわ。この香りがね、肌に染み込んでいくの。そう、恋をしたのね、ルナちゃんも。何を言い出すのよ。隠しても無駄よ。好きなんでしょ、あの魔王様のこと。ルナちゃん、あの人は強敵よ。よっぽど女を磨かなきゃ、そこらの女じゃ見向きすらしてくれないでしょうね。あんなやつの話なんていいでしょ。
ちょっと、あ、ルナちゃん。ここが塩サウナっていうの。私が塩サウナの入り方を教えてあげる。塩って、まず汗をかくのを待って、汗が出てきたら塩を肌に優しく撫でるように塗り込むの。しばらくしてから塩をシャワーで洗い流して、これを繰り返すの。そう、昨日ね、これをしたら効果てきめんだったの。余計なお肉がみるみる落ちていくのが分かったわ。古くなった肌がどんどん排出されて、スベスベのお肌に生まれ変わるの。お腹のお肉だろうが、太もものお肉なんかも。で、どうしたのよ、まだの？よっしゃい！な、何？ルナちゃん、私決めたわ。何を？ダムエビフライがラビの村で静養。妹だけでなく、あのマダムまで取り込んだというのですか。クイーン、これを見て。静養ね、いいんじゃね。ちょっと、そんな簡単に言わないで。これはね、あのマダムが魔王に取り込まれたってことなのよ。魔王、魔王ってよ、あんなもん単にルナのお気に入りってだけだろうが。どうしてそんな簡単に考えられるのよ。ヤホーの街でルナのボケカスに会ったけどよ、あのアホ一丁前に女の面してやがったぜ。あのボケナスも恋をしてんのさ。何が恋よ、これは国の危機なのよ。まあ姉貴にはわからねえか。いい相手見つかるといいな。俺も聖女として祈ってやんぜ。人をかわいそうな女みたいに言わないで。今は真面目な話をしてるのよ。天に嫌がる大いなるなんだっけ、姉貴が魔女にならんように頼むわ。されたゼラ様、大好きです、愛してます。あなた最後の言いたかっただけでしょう。ゼラ様、まだ続いているの？あら、田原だけ？だけとは言いやがるな。こっちは朝っぱらから仕事してんだぞ。それは村の地図？施設の位置も変わっているようだけれど。そうだな。あなた、長官の立てた位置に不満でもあるというの？状況が変わりゃ場所だって変わる。一応言っておくが、長官殿にはもう許可を取ってあるかんな。そう、ならいいわ。あのな、お前さんが長官殿にそこまで傾倒するとはな。何があるかわからんもんだわ。つかよ、単純に趣味が変わったってことが？おめえの趣味っていや、筋金入りのショタコンだったじゃねえか。ここにはバニーのガキも多いってのにの。最近は長官以外の男が目に入らないのよね。さいですか。どうかそのままで、可愛らしいままでいてくれよ、この世界のためにも。それにしても随分と大掛かりな改造案ね。だな。大きく区画を分けて、それぞれの機能を分けちまおうと思ってる。ざっとそうだな、療養区画、商業区画、庶民区画、バニー区画ってところか。かなり資金が必要になりそうね。そこはあれだ、お前さんの成果とやらを売り払って使うってよ。そう、私の仕事が役立つのね。うん、長官殿も大きな資金源になるって喜んでたぜ。どうかその可愛らしいままでいてくれ。マジで頼むよ。
でもそうね、これだけ大幅に手を加えるならマダムの意見も聞いてみたらどうかしら。却下だ。いいか、ここはいわば俺たちの城だ。マダムがどうこうとかじゃねえ。貴族なんて生き物に俺らのテリトリーをどうこうする前例なんて与えちゃいけねえんだよ。ユウ、お前ボケてんのか。殺すぞ。不夜城の一件を忘れたのか。ごめんなさい、確かに失言だったわ。長官殿は大帝国とは別の道を行くとか言ってたけどな。そうね、同じ道は退屈だともおっしゃられていたわ。ユウ、おめえはそれでいいのかよ。私はね、田原、世界の断層に触れたの。また妙なことを言いやがる。それに私は長官の中に神の存在を感じるの。だそりゃ、またあれか、人体の神秘だの進化だの、おめえさんの口癖の親戚みてえなもんか。いいえ、違うわ。時間とともにその思いは濃くなってる。あなたも薄々感じてるんじゃないの。私は健康そのものだと思うのだが。いいえ、万が一のことを考え定期的に検査は行うべきです。上官に何かあれば大変なことになりますから。まあそうだな。もう大丈夫じゃないか。体調が悪くなった時にまた頼むとしよう。いけません、長官、まだ検査は終わっていません。とても熱い胸板です。硬くて惜しくって。そろそろ私は次の仕事があるのでな。また別の機会に頼む。長官。これだな。ファンタジー世界で露天風呂かよ。見つけたの。ガキンチョ、なんでお前がここにいるんだよ。お仕事お疲れ様。その長い髪を洗ってあげるの。ここは男湯だぞ、ガキンチョ。ガキンチョじゃない、私はトロン。こんなところをユウやルナに見られたらどうするんだ。早く出ろ。というかタオルぐらい巻け。ゼロになら見られても平気なの。ゼロじゃねえよ。人前では絶対ゼロと呼ぶな。分かった。今見たものはゼロとトロンだけの秘密。何がゼロだ。さっさと女湯に行け。さすがにテレビは使えんよな。ゲーム本来の設定なら食堂の中はもとより部屋の中にもまんじゅうが置かれているはずなんだが、やっぱり食い物関係はダメってことか。ただ消耗品は勝手に補充されてたしな。悪いことばかりでもないか。今日はハーブ風呂というのに入ったんです。確かにハーブのいい香りがするな。本当ですか。
また一緒に寝るのか。アク、今日は私の抱き枕になりなさいって言ったでしょ。アクなら私の横で寝てるぞ。アクに何するつもりよ。何を想像してるのか知らんが、お前は頭の中までピンク色だな。しょうがないわね。なら私も今日はここで寝てあげる。しかし何なのこの柔らかいの、信じられない。今私のお尻を触ったでしょ。お前はどんだけ冤罪をばらまくんだ。言い訳したって無駄よ。この悪い手は預からせてもらうわ。おいおい、なかなかの硬さじゃない。血管もビクビク動いてる。だから妙な言い方ばっかすんな。風邪か、声が。私もなのよね。ドロンもなの。というかなぜ3人とも半ズボン。長官、一度だけ私のスキルで一度だけ少年に戻ってみるというのはいかがでしょう。翔太。夢か。次回魔王様リトライ第11話雪風襲来。